今回はクラウンスポーツアウトランダー NX450H プラス、まあ、700万円台、800万円台ぐらいで買えるようなね、この3台の PHEV 比較していきたいと思います。で、ある1台だけはおすすめしないよと。で、サイズ、最小回転半径、ハイブリッド燃費、EV 走行可能距離と電池容量、この前クラウンスポーツの時間違えちゃいました。で、外装、内装、運転支援、安全装備、ナビとかメーター、快適装備、納期といったところで、10項目ね、やっていきたいと思います。PHEV 仕様の10項目。サイズ、こんな感じです。やっぱクラウンスポーツが、全体的には大きいと。いう感じですね。で、重量はやっぱアウトランダーが結構重たいっていうのと、前後はね、アウトランダーの方があるので、まあ、車内のね、空間の広さってとこではアウランの方があるかもしれん。うん。まあ、そんな変わんないと思うけどね、まあ、クラウンスポーツはね、ちょっと後ろ狭いっすけどね。で、小さいサイズっていうのは結構ばらついてますね。前後はクラウンスポーツが一番低くて、前幅はアウランが一番細くて、全長は NX が一番短いっていう。なんかこの辺はね、うん、なんかバラバラになってる感じ。NX が結構サイズ感的にはちょうどいいっていう感じはしますよね。まあ、ただね、どれも全幅 1850mm 超えてるんで、まあ、PHEV だったらね、マンション運用とかしないと思うからまだいいとしても、だからその辺はね、あのアウトランダーの普通のハイブリッドモデルとして一応、まあ、兄弟車としてあるエクストレイルがね、結構ちょうどいいっていうサイズ感なんでね。まあそういうのはね、ちゃんと、まあもっと台数の出る日産でうまくさばいてると。で、最小回転半径ね。5.4 メーターのクラウンスポーツ。で、アウトランダーは 5.5 メーター。NX は 5.8 メーターということで、やっぱクラウンスポーツは DRS が効いてると。で、NX はやっぱ 5.8 ということで、ハリアーよりもね、ちょっと大きいからっていうのもあんのかもしれない。ハリアーは 5.7 でしたからね。で、アウトランダーもエクストレイルが 5.4 に対して、ちょっと大きいから 5.5 と。だこの辺はね、まあ、だからクラウンスポーツ何気にすごいっすよね。だから、ハリアーとかと同じようなサイズ感なのに DRS のおかげで、プリウス並みのね、最小回転半径実現してると。で、ハイブリッド燃費ね。クラウンスポーツは 20.3 カッコレギュラー仕様。アウトランダーは 17.2 キロカッコレギュラー仕様。NX は 19.6 のハイオク仕様と。だレクサスの方がトヨタよりハイチューンになってるよと。まあでもそんなにメタメタにハイチューンなわけじゃないんで。ねっていうところで。果たしてと。で、EV 走行可能距離。クラウンスポーツは 18.1kW のバッテリーに 90km。アウトランダーは 23.22kW のバッテリーで 102km。で、NX は 18.1kW のバッテリーで 87km と。まあ、これも NX の方が重たくて、よりハイチューンだからクラウンスポーツよりちょっと短いよっていう。電費悪いよと。まあ、でも、やっぱアウトランダー。燃費、電費は不利な感じありますね。やっぱこの辺は、クラウンスポーツとか NX、トヨタの、トヨタ系の車の方が、結構エネルギー効率がいいというか、なんというかと。いうところで、外装ね。これはもう NX、やっぱかっこいいよねっていうところと、まあ、ホイールがね、クラウンスポーツが一番でかいっていうのはあるんだけど、まあ、どれもね、デイライトあるし、アウトランダーも、フル LED になったしみたいなところで、まあ、トーカ類に対して不満はないよと。ただアウトランダーは施錠がボタン式っていうね、今時やっぱやぼったさを感じるというか、古臭さを感じるところだったりとか。で、クラウンスポーツがね、ちょっと惜しいのはね、鍵穴が出てるっていうね。だここはレクサス、トヨタでね、ちゃんと差別化がされてるというか、レクサスのエクステリアは鍵穴が隠れるデザインになってたりとか。あと、ドアがね、E ラッチっていう電子式で開くやつになってるんで、まあバッテリー上がったらちょっと大変っていうのはあるけども、電気式で開けるとかだったかな、確か。だから、ドアハンドルのとこの切れ目すらないっていうね。そういうところはね、やっぱさすがレクサスクオリティ。エクステリアについては、トヨタとレクサスでね、ちゃんと、まだ差別化がされてると。レクサスのアイコニックとして E ラッチがあるよと。
で、内装ね、これはアウトランダーかなと。いや、NX も内装いいんですけど、まあ、シートの素材ですね。うん。クラウンスポーツと NX では普通の本革なんですよ。で、アウトランダーではセミアニリン本革だったかな。だからクラウンスポーツと NX あれかナッパレザーとかだったかな。うん。で、アウトランダーはセミアニリンなんで、だから RX のバーエルとかだと確かセミアニリンだったけど、うん。だからいい本革が使われてるとか。で、クラウンスポーツはやっぱ内装の質感っていうところはね、前にも言った通りあまりよろしくないと。アンビエントライトじゃないとかね、内装の見栄えはやっぱマツダとかの方がいいとかね、そういうところはまあ思うとこあるし、やっぱアウトランダーの内装とかエクストレイルの内装とか、まあ、NX の内装とかを見ちゃうと、どうしてもクラウンはまあクロスオーバースポーツに関しては内装しょぼいっていう評価をせざるを得ないなと。うん、そこはちょっと不満と、数少ない不満ですね。で、運転支援とか安全装備、これはもうクラウンスポーツですね。もう1位に NX、 3位アウトランダーということで、まあ、NX クラウンスポーツ共通ではプロアクティブドライビングアシスト、まあ、機能面ではクラウンスポーツの方が PDA は機能が上位のものがついてるんですけどね、あの新しいから。あとフロントクロストラフィックアラートとか、オートレーンチェンジとか、ね、レーンチェンジアシストとか、そういったものはついてるし、あとリモート機能に対応してるアドバンストパークっていう、まあ、自動駐車機能で、あとパーキングサポートブレーキの周囲静止物もついてる。前後とかは結構ついてる。まあ輸入車に関してはね、あのセンサーだけっていう車とかも多いですから、まあ、その点トヨタは前後左右の巻き込みのね、内輪差による巻き込みのパーキングサポートまでついてるっていうのはすごい。自動ブレーキについてはトヨタめちゃくちゃ優秀なんですよ。で、なんでクラウンスポーツの方が上かっていうと、アドバンストドライブがついてると。逆に言うと NX では2024年のマイナーチェンジ、年次回路、結構大きい年次回路をやったにもかかわらず、アドバンストドライブつかなかったんですよね。まあ、これが僕がね、NX 激辛評価の理由の一つなんですけど、まあ結論から言うと、この中でお勧めしないのは NX なんですよ。トヨタ車以下なのよ。だってボクシーでもついてるアドバンストドライブっていう高速道路での渋滞時のハンズオフ機能がないというね。だからこの辺でちょっとミソついちゃったっていうところで、最終評価は結構ね、まあ一番低い点数でも79点とかだったにもかかわらず、最終の評価としてはまあトヨタに劣ってるっていうところで、もうハリアーのぼったくりと言われても文句言えないって言って75点にしたんですよ。平均点85点ぐらいにもかかわらず75点なのは、もうハリアーのぼったくりって思われても仕方ない内容の NX だからですね。クラウンスポーツのぼったくりとか言われてもね、うん、で、アウトランダーもな、だからナビリンクプロパイはあるけど自動駐車がないとかね、エクストレイルありますからね。で、あとやっぱプロパイロット 2.0 欲しかったっていうところは、うん、個人的には思った。本当プロパイ 2.0 ついてたら最強だったのになっていう。あと、オートホールドがメモリ式ならめちゃくちゃいいと。だから、この辺はレクサス、トヨタついてないですからね。まあ、持ってると、マツダ、スバルもないですから。いや、この辺はね、ホンダ、日産、三菱は優秀ですね。で、ナビとかメーターのインフォテインメント、これもアウトランダーと。だから NX、結構ね、負けちゃってるんですよ。この辺では。で、まあ、クラウンスポーツと、アウトランダーに関してはメーターの情報量文句ない。まあ、トヨタのフル液晶メーターね、ちょっとね、空白多いっていうか、もうちょっと密度感とかあってもいいのになっていうところでは日産の方がいいなって思ったのと、もう NX に関しては、メーターがもうダメですね。はい。まあ、大きく言うと、この2つの理由で僕は NX をお勧めしないんですよ。要はあれ、8インチとか7インチのしょっぽいメーターをまだ使い回してると。ハリアーでは年次改良でフル液晶になったのに、情報量の少ないしょぼいメーターを未だに使い回してるっていうところで、まあ、カローラ以下じゃないっていう。だそれが僕が NX を正直おすすめしない理由だよね。うん、75点の理由といっても過言ではないっていう。だから本当にメーターだけ見たらハリアーのぼったくりって言われてもしょうがないわけですよ。うん。まあ、走りの質感とかね、ビビリ音が少ないとかはあるけど、もうメーターに関してはもう、これはハリアーのぼったくりと言ってもいいでしょうっていうと
とこですよ。だからさ、昔のレクサス、トヨタだったら、レクサスはトヨタのぼったくりって言われたら反論できたけど、今だったら、なんかぼったくりじゃねって。なんか、RX よりベルファイアの方が内装良くねとか、NX よりクラウンスポーツの方が装備良くねみたいな。もうトヨタのぼったくりじゃねっていう感じですよね。いや、これはもう、本当に NX は、このままだとあぐらかえてるなっていうところで、三菱に流出とかね、トヨタに流出しちゃうんじゃないかなっていう。だからだいぶ今年の年次改良はあぐらかえてたなっていう。ね。で、ナビの情報量とかはもうアウトランダーがすごすぎるっていうか、まあトヨタがダメなんだけどね。検索性能はいいのに表示がダメっていうね。うん。っていうところ考えると、やっぱアウトランダーいいなっていう。で、Google 検索に対応してるおかげで、あの、某輸入車のね、駅名でもね、目的地が検索できないみたいなゴミナビありましたけど、そういう不満もないので、もう、その辺はね、あの、三菱オーナーさん、てか、日産車もそうですけど、もうランドマーク、知らないとこ行った時に必ず目的地見つかる安心感はね、うん、やっぱいいよね。あの、本当あの、某輸入車とか、まあ、輸入車系結構多い、あの名称検索で目的地が引っかからないっていう、ホテルの名前で検索して目的地引っかからないっていうのよくあるんで、その辺は三菱日産さすがだなと、やっぱ国産車だなここはって思うところで、別にあの輸入 BMW みたいなウィジェット機能もあるから、輸入車と国産のナビのいいとこ取りみたいな感じですよね。だから国産のナビは高速のパネルが出るとか目的地は検索できるけど、ウィジェットがね、できないとかっていうのはあったりするから、まあ、特にトヨタは地図の2画面分割すらできないしね。昔のレクサスはできたのに、今ではできないからね。まあここもだからトヨタレクサスで差が縮まっちゃったと。全く同じナビシステムになったし、まあナビのサイズが違うとはいえ、ベルファイアでも同じナビ採用されたしみたいなところで、だからベルファイアがね、もうレクサスクオリティなんですよ。だレクサスエンブレムのトヨタなんですよ。クラウンスポーツもな、装備見たら、レクサス、王冠エンブレムのレクサス車って言っても過言ではないからね。うん。まあ、こういうところで NX がおすすめしないとか75点とか言ったとこですよ。うん。だちゃんとね、話聞いてればね、あの、本当は80何点かつけようかなとか言ってたと思うよ、俺あの動画で。80何点つけてあげようかなと思ったけど、ただ、やっぱメーターとかアドバンストドライブのトヨタに劣る装備を考慮しちゃうと、まあちょっと80点とかつけたくないなっていうところで、最終的な評価としては75点ですよね、みたいなこと言ってるんで、そこ聞いてないやつがね、やいのやいの言ってたんですよ、あの動画では。コメ欄でね。ちょっとありましたけど。そういう人はもう話聞いてないんで削除してますよ。だって僕80点つけてもいいかなとか言ってたからね、ちゃんと82、3とか5点とかつけてもいいクオリティなんだけどねみたいなこと言ったからね。でも80何点かは、でも80点以上つけてもいいかなとか言ってたはずだから。で、快適装備、これはアウトランダーかなと。まあ NX とかもいいんですけど、まあプレミアムオーディオがね、これ今回 NX350H の F スポーツ持ってきちゃったせいで枕火がつけれないとか、クラウンスポーツも枕火つけれないとか。で、どれもね、シートベンチレーションついてると。電動テレスコチルトとか内蔵ドラレコとか、クライメートコンシェルジュ、シート表皮の温度測ってこいつ扱ってるから、シートヒーター入れてあげようとかっていうところを考慮すると、うん、あの、確かにトヨタレクサス車は高級車として求められる装備 があると。この辺は、うん、ちょっとやっぱ日産系弱いなっていうところ。あと、NX は鉱石の電殻ついてるというところはいいんだけど、まあやっぱアウトランダーがすごいのが、トリプルゾーンのエアコンとヤマハのスピーカーにマッサージ機能がついてると。鉱石の日よけとかついてるからね。だって SUV でついてんのって RX ぐらいでしょっていう。横のね、日よけ。だスモークフィルム貼らなくていいんですよ。スモーク貼ってもいいとは思うけどね。うん、あとラゲッジの使い勝手とかやっぱ三菱優秀なんで、まあ、中身がね、エクストレイルですからね、今回のアウトランダーは。3列あるしね。そう。で、納期は。まあ、クラウンスポーツ多分長いよと。アウトランダー2、3ヶ月で来るよと。NX 3.5 ヶ月だよということで、まあ、正直、NX はおすすめではないっていうところがね。まあ、さっきのメーターアドバンストドライブがもう、撃沈でしたと。
というところですね。もうだからクラウンスポーツ買った方がいいと思います、装備的にはっていう。